今日は実は散歩を一頭ずつ朝から行って夕方もちょっと一頭ずつ行きます。ああ、今日寒いな。あ、マスク忘れた。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、容赦ねえな。よいしょ、ちょっと待って、ちょ、痛い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 。じゃあ、ある。あ、待て、桜待て。桜待て、コロ待て。あ、こっち。ある。はい、行って。実はちょっと膝、どうやら私ことポンコツ飼い主46歳どうやら膝を痛めまして、歩くのも本当ちょっと引きずって歩いてるような状態なんですけど、あのですね、あるはちょっとゆっくり歩くので僕が実はペースを合わせてくれてるのかな。どうした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 。あるペースは押してくれとるやん、ないの。痛い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 、引っ張るな。なんとなくペースを合わせてくれてるような気がします。見て、一応ね、今日日曜日なんですけど、どっかで診察やってないかなと思ってネットで調べたら結構あるんですね。で、昨日の夜あのちょっとあるが、まあ、催しまして、夜中に起こされたんですけど、その時にあの部屋からドッグランへ行く、歩くのがもう痛くて痛くて、でこれはおかしいなと思って、まあ朝になったら治ってるかなと思ったんですけど、案の定治ってなかったですね。で、あの一番厄介なのが身に覚えがありません。なんで痛いのかっていうのがこれどうしよう、年のせいだって言われたら。で、あ、ちょっとこれ最近膝痛いなって思ってたことがあったので、グルコサミンは飲んでたんですね。だけどちょっと激痛で、最近というか昨日の夜からですね、これはやばいなと思って、で、あの痛風かなと思ったんですけど、痛風、あの僕尿酸値高くないので痛風ではないと思うんです。こうやってね、あるがね、僕のちょっとぎこちない歩き方のペースに合わせてくれてるので、本当にあの頃もあるもさくらもペース合わせてくれるので非常にありがたいです。さあ、今日はさくらの病院も行かなあかんし、で、さくらの病院と、自分の病院、なんか10時までやってるみたいで、その整形外科は。
なんでまずさくらの病院、あの目の、まあだいぶ良くなったんで、ちょっと様子を見てもらおうかなと思って行ってこようと思ってます。またその動画も上げます。で、またこの動画編集するときには病院高い後だと思うので、またどんな結果というか、まあ、おそらく年のとかって言われるんだろうなとは思ってるんですけど、なんせね、痛い、非常に痛い。ちょっとこの状態で3頭はきついなと思ったんで、1つ行ってます。なんかね、ここ最近また人回りでかくなったんじゃないかな、あの体重だけじゃなくて身長が高くなったんじゃないかな。歩くよ。なんかかばって歩くと腰が痛くなりますね。あ、怒っとる怒っとる、ごめんごめん、怒っとるな怒っとるな。